はい、炭酸水の紹介動画、始めていきます。今回はですね、クオスの、炭酸水の、クオスのビアフレーバーという、ビール味のやつですね。九十連山の天然水から生まれた美味しい炭酸水となってます。株式会社おとぎのという会社です。この製品は20歳以上の方の飲用を想定して開発しました。と書いてあります。原材料名が水と二酸化炭素と香料と着色料となってます。こちらですね。まあ、クオスのサイトからですね。なんか5種類、のすべてのフレーバーを、お試しみたいなので1本ずつ、計5本のやつでね、確か値段が500円で送料がプラス200円だったから、全部で700円で5本試せるっていうので、ちょっと買ってみました。それではですね、こちらのクオスは、まあ、非常に炭酸がですね、非常に強いという、強力な炭酸のね、あれがあるんで、ちょっと楽しみです。それじゃあいただきます。ああ。あ、これあれだわ。ノンアルコールビールだ。うん。なんかこの、ノンアルコールビール独特のこの味がもう完璧にそうだね。っていうかよく考えたらノンアルコールビールじゃねえか。ノンアルコールビールも同じだな。ほとんど。これがビールフレーバーっていうのかよくわかんないんだけど。全然これビールと全然違うよね。味ね。これをビールって言うのかって、毎回思うんだけど、ね、ビール飲料とか、そのビールテイスト飲料を飲むとね、どこがこれビールなのかなって、わかんない。クオスのFacebook にあります。20秒で強炭酸水クオスを飲み干せ。多数の挑戦者の中で、87人中飲み干せたのがたったの35人というらしいですね。いや、これ絶対無理だな。俺炭酸はそこまで得意ではないので。一気飲みとか俺絶対できないわ。一気飲みはね、コーラでも無理。500ml コーラをね、一気飲みしろって、20秒で飲めって言っても無理だ。かなり炭酸が強い。これは。新感覚ビール風味の炭酸水。ノンアルコールビールとは、違い、嫌な後味もなく、あっさりとした味わいをお楽しみいただけます。まあ、確かに、ノンアルコールビールの方は、味がなんか、濃厚？こっちは結構さっぱりしてる。さっぱりしてるけど、別に、って感じだね。別に、別に美味しくはない
かな。楽天ランキング1位だそうです。ノンアルコールビールよりも飲みやすく値段も安いのでお気に入り。芋焼酎ではあって飲んでいます。普通の炭酸水より美味しいです。ビールと香り比べしても判別がつくかわからないほどだと思います。香りね。いや、香り比べ。香りはどうか知らんけど、もう味はもう、天と地との差があるな。お風呂上がり、スポーツの後、ぐいっと飲むと美味しい。開発された方、頑張ったなって感じです。必ずリピします。だって。うん。このね、炭酸水のクオスは、普通のプレーン味と、レモン味と、ライム味と、ビア味と、ラムネ味。全部で5種類あります。まあ、これはあんまり美味しくないな。美味しくないなっていうか。ぶっちゃけた話。そのまま単品で飲んだところによるとあんまり美味しくはない。だいたいノンアルコールビールあんま好きじゃねえからね、俺な。これをウイスキーとかで割ったら、うまいのか、どうなのかはわかんないけど。どうなんですか？香りはやっぱりちょっと酸っぱい味するのもな。酸っぱい味じゃない。香りするもんな。さすがに多分普通のビールと比べればわかると思うけど。うん。まあ、炭酸は強いのは確かに。他のね、炭酸水とかに比べると、もう明らかに強いんだよね。クオス、あ、違うわ。ノンアルコールビールではありません。ビール好きのために作られた強炭酸水です。まあ、ノンアルコールビールはあれ、麦芽とか入ってんじゃねえ。麦芽とかホップとか入ってるから。ほら、この強さよ、これ。これ見て、これ。常にこれ、出てるでしょ。これすごいと思わないか。普通の炭酸水ってこんなになんないんですよ。うん、ほら、ずーっと出てんだよ。なんでこれ出てんの、これ。どっから出てんの、これ。不思議なんだけど。普通の炭酸水でさ、注ぐとさ、その時だけさ、シュワーってなってさ、あとはもう沈黙するじゃん。もうこれだもんね。常になんか泡出てんだよ。炭酸が強すぎて。この強さですよ。クオスは。あとすごいのが、例えばこれ。まあ、これ、ウィルキンソンですけど、こう、半端にして、こう、蓋しとくでしょ。で、だいたい1日経つと、普通の炭酸水って、ほとんど炭酸なくなるんです。だがしかし、このクオスはね、半分ぐらいとか飲んで、キュッてしとくと、次の日ね、1日経ってもね、普通に炭酸がね、残ってるんですよ。しかも結構普通に残ってるから、ええって、そこがまずびっくりしたね。
そこは、他の炭酸水ってやっぱ、強力だから、だろうね。うん。まあ、これはまあ、うん。このね、ビアフレーバーは、ちょっと俺は、まあ、あんまり、いいかな、と。単品で飲むにしても、まあ、やっぱり、なんつうのかな。やっぱノンアルコールビールの味がするから、あんまり、ノンアルコールビール自体好きじゃないんで。ハイボール、ウイスキーで割ると美味しいのか。まあでもレモン味とかあるからね。レモン味とかは、多分ウイスキーには合うとは思うんですけど。まあ、ということで、こちらのビアフレーバーは、まあ、そうだな。三つ星ぐらいにしときますか。うん。これは三つ星で。ということで、ご視聴ありがとうございました。